ね、はっきりさせたでしょ、ロビさんも、うん、こっちもね、うん、草の診断書持ってるから、うん、一番わかりやすくない？うん、じゃあ、そうする？ロビさんもクラミジアカレー食べますか？一緒に4人でカレー作るんですけど、この後あと何分？あと10分とか。あと10分、人狼が誰かっていうの、うん、もうその診断書ね、うん、もう見せたらもう完全に白なんでね、ロビさん、うん、2ヶ月前なんか言ってる？ロビさん、うん、言ってない？コメントしなくなっちゃった。でもじゃあねって言っちゃったから忙しいのかな。コメントしなくなっちゃった。うん、じゃあねって言ったから。あ、これから検査なら日にち的に治療して完治した可能性あり。あ、治療済み？すでに？だから検査するってこと？これから検査したじゃなくて、したじゃなくて、うん、治療済み、治療もう終わってるって、終わってるから、これ分からんよね。さっき前も来ると中村でもなんかもう誰が揉めたね、揉めたね、結局何もなかったでしょ、うん、わからない。これでこうちゃんが陰性でね、陰性を祈るね。俺陰性だったら全く関係ない、ね、どうなる？そうなったら、そうなったら、うん、もう俺関係なくて、関係なくなるね、うん、陰性の方がいいね、話が、うん、このうさが関係持った人だけの話だから、うん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 、ワンちゃんそれも狙ってるけど、ね、うん、陰性の場合ある、やってても、さ、一人じゃないでしょ、やってるの。ああ、それも考えられる。ゼロワン陰性、セージ陽性だったらまたまた分からん。それ どうなんの、もう分かんなくな、分かんなくね、免疫だよ。ゼロワンが陰性、セージ陽性、うん、もう分かんない、どうなる、それ、もう分かんない、どうなっちゃう、免疫入り、カオス、うん、じゃあゼロは、うん、昨日寝てるところ、ウサと俺やってるってこと、やばいね、それやってたら。せじ、今のうちに言っといた方がいいんじゃないもん、うん、大丈夫？そう、いや、大丈夫。だっておっぱい触らせてって言ったらダメって言ってた。ガードすごい硬かった。ね、僕には興味ない、あの子。だから絶対触らせてくれ、エッチできないし、僕は無理です。やばい、シーズン痒くなってきた。嘘でしょ？痒くなってきた。今？うん、今痒くなってきた。痒くなったって。痒くなってきた。どうしよう。それプラシーボ効果じゃない？なんかそのねえ、泊まりに来てる女の子がクラミジアになったから俺も痒くなったみたいな。痒くなってきた。え？やばいね。ゆまる？ゆまるちゃんも検査した方がいいよ。うん。こういう事態になっちゃったんで、もう迷惑をおかけします。おしっこするとき痛くない？いや、うん、大丈夫？うん、うん、くっさいね、クラミジアハウス。何人の陽性者が出るでしょうか。現場は騒然です。3人になるか2人になるか、ウサちゃんだけか、どこから釣ったかわからないです。そうですね、福岡リスナーさんもありえますね。クラミジアハウスだよ、クラスター
政治と清瀬なら出荷ですね、間違いなく。うん、いやもう2人とも出荷だよ、2人とも出荷だって。出荷だよ、もううさちゃんと俺ありえないよ、もうありえないって、おこだって、うん、許せない、許せないって、できんだって。どうする、クワッチじゃなくてクラッチ、クラッチくん、福岡リスナーはキスしてる、ノーコメントしてない、してる、ノーコメントです。おー汚いね、ごめんなさいね。クライジーパピオに改名します、陽性だった場合は。クライジーパピオね、あーロビンソンさん、なんで検査行ったの。あーそうっすね、なんで行ったんだろう、なんか症状があったのかな、うん、あおかしい、なんで行ったんだろう、違和感あるよねそれ、なんで行った。症状がなくて、しかも今日ウサが陽性と発表した、俺は陰性だったからね、今日すぐ行った、うん、なんで陰性、検査したからね、痒かった、どういうことだ、なんでわかった陰性って。しかも体の影持てないって言ってた、やってないって言ってた、やってなかったら映らない、うん、検査行かない、俺は陰性だからね、なんで検査行った、分かんないね、今日のさっき発表した陽性って、なんで、心当たりあるから、分からない、ちょっとわからない。ロビンソンさんのちょっとコメントさかのぼれないから何て言ったかわからないけど、俺は陽性とか言って、いや陰性って言った、検査行ったって言った、何て言ってた、あのコメントをコメント紐解くと、あの今から行く可能性もあるね、あ今から行く可能性がある、うん、これから検査したらってことだよ、潜伏期間1週間に3週間、これから検査行くって、糖尿病検査、俺が陰性だったらって、あーロビンソンさん検査行ったら言ってたよ、これから検査したらってことでしょ、検査まだ俺が陰性だったらって言ってた、検査まだ、あーね、そういうこと、うん、これから病院行って陰性だったら OK、あー検査してロビーさんが陰性だったら虚言ねってこと、あーロビーさん以外に誰か不特定多数の男性としてるってこと、うさが虚言、うん、川保健所ある、あるよ、大丈夫、絶対ないよって言ってた、誠治、俺は絶対ないよって、うん、やってないもんって言ってたし、泌尿器が遠いっす、あと3分、ちょっと遠い、近くがね、やってるとこなかった、うん、やってるとこなかったって、今埼玉県来ました、埼玉県、川口来ました、川口ラーメンショップ行く、川口来ました、ラーショー行く、ダメだよ、カレーは、あ、カレーあるから、遠すぎ病院、だからやってない、埼玉川口ようこそ、高速乗って泌尿器科行きます、これ泌尿器科行ってる、うん、あチンコ見せる、これ見せない、おしっこ検査だけ、
尿に管入れる、入れない、チンコ舐められてもクラメじゃなるよ、うん、埼玉いいね、落ち着くね、なんか、うん、埼玉住もうかな、埼玉いいわ、落ち着くわ、埼玉愛ちゃんじゃない、愛ちゃんいらないでしょ、愛ちゃんいらないでしょ、まあ、やってないならでも検査行く必要ないんだけど、うん、誰がするよ、うさ、うさちゃん、ありがとう、うさぎのあのうさちゃんがなんとクラミジア陽性です、衝撃です、いつ来たっけ、昨日か一昨日ば来たばかりのうさちゃんが今日の昼に、性病検査行ったら陽性です、クラミジアでした、ちゃんと誰がやったのかはちょっとわからないです、やばいね、で次はあのゼロワンの配信で僕たちの陽性陰性重大発表します、ご期待ください皆さん、ゼロワンのフォロー通知チェキラー、これかお願いします、これか、陽性だった場合はドンマイナイス、陰性だった場合はよかったねナイス、お願いします、僕便乗検査です、あ、50個ありです、あー着いた、駐車場わからないうん、僕じゃない、あのゼロワンの配信でナイスをしてください皆さん、僕は多分大丈夫と思うんです、だけど一応念のため検査します、じゃあ皆さん着いたんで、レディースクリニック、レディースクリニック来ちゃった、違うこれ、違うとこ来た、しかも性病検査男2人予約入れたんで、僕たちゲイかと思われるかもしれないです、2人お願いしたいんですけどって予約取ってくれたんです、男2人、ゲイじゃないのお前らって、カップルに見えるかな、見えます、2人同時でクラミジア検査行きます、すごいくなんか複雑な気持ちです、今男同時2人予約入れました、大丈夫ですか、キスマークまでついてる、キスマークついてる、さんこれ僕がつけたと思われます、これ2人でクラミジア検査行きます、これから大丈夫ですか、これ皆さん大丈夫です、やばい？ゲイカップル。いや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 。行きますじゃあ。行きますか。うん。じゃあ皆さん多分。ちょっと行ってきます。1時間とかかな。1時間ぐらい。40分とかだと思います。40分後、6時ぐらいにお会いしましょう。じゃあすいません。またあのやるんで枠。ゼロワンさんの枠でやるんで重大発表お願いします、フォロー通知お願いします、あとナイスもお願いします、じゃあ終わります。